はい、こんにちは。今回はマルゼンから発売されていたニューワルサー PPKS シルバーモデルをご紹介したいと思います。以前紹介させていただきましたね、PPKS、 これの改良型ということで、発売されていたもののシルバーモデルです。はい。で、今宵の懐かしいジョニー・ウォーカーの黒に戻ってお話しさせていただきます。箱はね、こんな感じで、でこの間紹介した旧型を一緒に出そうと思ったんですけど、ついこの間お見せした後なのにどっかまた棚の中に紛れていってしまいまして、まあ、しょうがない、これで単体 で興味のある方はね、動画で比べてみてください。以前の動画見ていただいてね。あ、シルバーモデルじゃないですね、ステンレスモデルでしたね。大変失礼いたしました。はい。ワルサコラボレーション、もはやコラボに、すごい世界だな。はい。登録稼働在中、入ってましたね。出してなかったな。これですね、登録カードね。これ出すと何が起きてたんでしょうね。もう出した方ぜひ教えてください。で、取説が、ニューとオールドでどう違うのかっていうのはちょっとよくわからないんですが、ここにニューってもう刷り込まれていますんで、多分新型の方は新型の方の、マニュアルになっているんでしょうね。でも自分で買った時につけとけばいいんですけども、まあ、マルシンさんとか田中さんみたいにね、ここになんか年度表記とか入れてくれてると、いつ頃買ったんだっけななんての思い出しやすいんですけれどもね、これもさっぱり分かりません。しかもですね、今回出てきたらですね、マガジンなしで出てきたんですよ。で、マガジンね、このマガジンどっかにね置いたのは覚えてるんで、多分ガス漏れか何かしたのかな。で、さらにその晩夢を見まして、これがどっかにあったような、うちのあれ新型だったかな旧型だったかなと思って、ある引き出しに近づいていったら出てきましたね、この新型のマガジン。はい。ということで、このマガジンを装着して、テストをしたり空打ちをしたりしていきたいなと思います。まず最初に試写結果、失礼、ディティール見ましょうね。シルバーはね、輝きすぎるんで難しいんですよ、ステンレスはね。どうでしょう、詳しい皆さんがいろんなことを考えながら見ていただけてると思うんですけれども、前回もそうでしたが、今回もこのインジケーター、ローディングインジケーターはダミーですね。で、先に言っちゃいますとね、今回ね、試写してて思ったんですけどね、まあこのサイトが見づらくて見づらくて、銀色で銀ギラ銀で、こっちだけでもね真っ黒にしてくれてよかったのかな、こことここだけね。でもルックスからするとシルバーで統一した方がいいんですもんね。で、大体この銃そんなに真面目に狙って撃つのかよっていうこと言われちゃいますよね。で、最近常連のコメントいただいてる皆さんにね、007のいろいろなことをご紹介いただきましてね、15作以降のやつをねまとめて見てますとね、バンバン出てきますね。私こんなだったかなと思って、というよりもコメントで書いたかもしれないですけども、ちょっとロジャー・ムーアの頃でなんかこうお色気すぎるというか、もうなんかもういいやみたいな感じになっちゃって、その後真面目に見てなかったですね。今回改めて見てみて、すごい銃いっぱいいろんな種類出てきてるんで嬉しいです。開けてみましょう。ここはどうですか、ちょっとまあこんなもんかなみたいな感じかな。はい。フロントビューはこんな感じですね。まあちょっと興ざめなところもあるんですけれども、安全対策もあってかな、ここまでねインナーバレルが見えてるのもね。はい。お見せしなきゃなんないところはないですよね。こんな感じですね。で、今マガジンはですね、この間もお知らせしたように新型のマガジンでもですね、しっかり空打ちポジションついてますんで、今これ空打ちのポジションにしてありますんで、少し作動させてみましょうか。その前にここをちょっとね、うるさいよなんていうあれがありそうですけどね、こんな感じですね。危ねえ危ねえ。
こいつこの辺の震えを見てください。チビのくせに来るぜ。結構さすがワルサーだな。さすがワルサーってのもさすがマルゼンって言わなきゃいけないですかね。でホールドオープンするとこういう絵面になるんですね。ちょっと待って、じゃあホールドオープンポジションに戻しましょうか。よいしょ。じゃあいきます。最後の一発パーンっていう感じですね。うん、いいな、やっぱりいいな PPK 系はね。本当は PPK がいいんですけどもね、 PPKS でもいいですよね。この系列はね、このねレスト付きのやっぱりマガジンも収まりがいいし、ちょっとね膨らんでる感じのこの子供の時に遊んでたね、あのスライドアクションの PPK シリーズよりもねふっくらこうしてるんですよね、グリップ周りがね。で前回の木繰りだったと思うんですけど、今回初めてこのね樹脂のグリップになりますんで、どうなんでしょうかって感じですね。でセーフティーはちゃんとデコッキングされて効きますと。はい、で試写結果なんですけれどもね、まあ、こんなね借り物マガジンでやってるところもありましてね、最初は私が悪いんでしょうけれども、まあ、こんなにこのぐらいですね。でここ外れが一発ありますね。もうね正直老眼でね狙えるサイトじゃないんですよ。はい、で、まあ、次に打つとこのぐらいになって、今度はこの辺にこう収まってきて、で最後もまあやっぱりこんなもんですかね。だから5メートルで、ウエスタンアームズの球を使って、あごめんなさい、丸いの球ですね。これ丸いの 0.25 で打って5メートルでこんな感じですね。で上下卵型になるっていうことはですね、多分これガス圧の問題だと思うんですよ、まあ、私の腕プラスね。やっぱりね残念ながらこんな小さいマガジンですからね、こう冷えやすいですよね、かなりね。そんなこともあってね、だから本当にもっと真夏になって安定してくるともうちょっとこう上下収まるのかなっていう感じはします。まああのその実写とかそういうのはね、丸井の銃とかね、あるいはウェスタームズのね、あの出来のいい方の銃に任せればいい話で、まあとにかく PPKS はねイメージの中で遊ぶ道具っていう感じで、昔はねシルバーモデルなんかね以前も言いましたけど大嫌いだった私がですね、最近はちょっとねシルバーモデルとかっていうとねついポチッとしそうになるのを抑える、それが大変なぐらいになってまいりました。もしかしたらオリジナルマガジンここもシルバーだったのかな、あ違うような気がするんだけどな、まあ、その辺お持ちの方はねぜひ教えていただけたらなというふうに思います。マルゼンのニューワルサー PPKS ステンレスモデルご紹介しました。ではまた。